レイヨー、どうも、かけまるです。申し訳ございませんでした。先日ですね、僕、いろいろあってなーちゃんにご迷惑をおかけしたことがあったんですよ。本日は、それについて話していくのと、そのやらかした原因っていうのがお酒なんですよ。僕、ちょっといろいろあってなーちゃんにやらかしてしまったんで、それについての詳細を話して謝罪するっていうのと、お酒ってさ、人を狂わすじゃないですか。二十歳になってる人は分かると思うんですけど、お酒ってすごいじゃん。本当にやばいじゃん。アルコールを摂取するっていうことはもう人はバグるんですよ。なーちゃんも経験してるし、何回も。あんまりないけど。でもなーちゃんもさ、過去にはいろいろバグったことあったじゃん。で、多分俺ら以外にもさ、お酒を飲んだことある人は絶対に一回はやらかしたことがあると思うんですよ、もうお酒関係で。なので本日はですね、お酒でやらかしたことを皆さんにも一応募集しました。はい。で、僕となーちゃんのやらかしたことプラス皆さんからもお酒でやらかしたことを話していくので、今日は学びの動画です。ですね。お酒で失敗したことをこうやって動画に残すことによって、で、皆さんも見るじゃないですか、で、今後気をつけていこうねっていう、そういう動画です。なので、ぜひお酒をよく飲むっていう人は絶対に最後まで見てほしいし、まだお酒を飲んだことないっていう人も今後絶対に飲む機会があるので、絶対にお酒は飲むんで、今後人生皆さん絶対に。何？めっちゃ怖いこと言って。どうした？今返事してたよね、うんとか。知らん。あいつ違ってたよね、多分。一個も話聞いてない。は？どういうこと？なんか違うこと考えてた。え、今なんで撮影してんのか分かってない。何の撮影か分かってない。怖いこと言うなよ。え、マジびっくりした今。は？何？何？何？え、違うこと考えてた、頭で。何なの？飲んできた今日。え？え、よかった。マジびっくりした。まあこういうこともあるんですよ。飲んでると。記憶がぶっ飛んでしまったりとか、そういうのはめっちゃびっくりした。やばいね。じゃあうんとか言ってたうち、どんな顔してた？わかんない、俺自分の顔しか見てない。リプレイ流してる。リプレイ流してくね。で、皆さんも見るじゃないですか、で、今後気をつけていこうねっていう、そういう動画です。なのでぜひお酒をよく飲むっていう人は絶対に最後まで見てほしいし、まだお酒を飲んだことないっていう人も今後絶対に飲む機会があるので。めっちゃ妄想してた。違う。何してんの、カメラ回ってんの。とりあえずお酒は本当にすごいんで、はい、皆さんぜひ最後までこの動画を見て、こんなことがあったりとかいろいろ話すので学んでください皆さん、はい、で、僕募集したんですけど、結構みんなもやらかしてますね。相当やばい、やばいエピソードめちゃくちゃあるんで、ぜひ皆さんそれを楽しみにしててください。はい、ということで早速僕の先日やらかした話やっていきましょう。しやっていきましょう。したいね。それではやっていきまーす。おい、嘘だろ、タイミング。おい、タイミングやばい。それでは、えーよっしゃー、かけまーる。はい、ということで僕からじゃあやらかしたこと話します。はい、これ本当にやばくて、本当にやばいです。僕普段お酒よく飲むことあるんですけど、ここまでやらかしたことがないんですよ。普通に俺お酒弱いとはいえ、普通に記憶もなくしたことあんまりないし、ちゃんと家に帰る。これはもう僕25歳にもうすぐなるんですけど、25年間。お前0歳から酒飲んでるやん。違う違う、まだ20歳から25歳までこの5年間一切なかったんですよ。ただー、本当にヤバいことをしてしまって、ヤバいことっていうか、誰にも迷惑かけてないんですけど、なーちゃんにかけたんですけど。おい、言っちゃうんだそれ。マジで。じゃあ普通に話すね。あんま話したくないけど、一応こういうの話しておいた方がいいかなと思って。先日僕先輩と飲んでました。先輩とはいえ、僕の本当に好きな人だったんですよ。女？いや、女じゃないです。本当に、誰とは言わないんですけど、僕が昔から好きだったある方と飲む機会があって、俺からしたら夢だったんですよ。もうテンションも上がって、こんな人と飲めるなんて嬉しすぎると思って、YouTube やっててよかったなと思えた瞬間の一つでもあるんですよ。で、やっぱりそういう日ってさ、気合入るしさ、その人が飲んだ分もさ、なんか後輩だしさ、合わせるっていうか、ペース合わせるじゃないですか。バンバンそのテキーラっていうやつを飲んでたんですよ。飲みまくって飲みまくって、でも意識は全然ある。今日いけるってやつ。そう、あるじゃんそういう日。今日マジでいけるわと思って調子乗ってバンバン飲んでた結果、記憶なくしました。まず俺あんまり記憶なくすことないんだけど、その日初めて怖いと思った。ある、記憶なくしたの？ない。本当にない？本当にない。よくさ、たまに友達とかでさ、やっぱり記憶なくしたって言ってる子いるじゃん。俺それをあんまり理解できなかった。どうやったら記憶なくすのって。けどそれを初めて経験したの。マジでぶっ飛んで。やばいね。
で、目が覚めたらよくわかんない場所にいたんですよ。うん、どこかわかんないみたいな。で、幸い人が迷惑かからないようなところにいて大丈夫だったんですけど、うん、え、でもお店で飲んでたね。お店で飲んでたけど、外のなんかよくわかんないとこに座ってた俺。で、目覚めたら携帯、財布、カバン全部なかった。手ぶらだったの。それワンチャン取られたとかなかった？いや、思ったよ、思ったけど、そもそもパニック状態、何が起きたか分かってない。まず飲んでたことも分かってなかった。マジで？なんで俺ここにいるんだろう、まず場所どこみたいな感じで、パニック状態っていうやつですよ。で、たまたま通行人の人が通って聞いたんですよ、僕。今って何時ですか？今何時かまず気になった、普通に。明るかったし。そしたら、その通行人の人が7時半ですよ、おはようございますみたいな感じで話してくれて、で、場所も一応聞いたのよ。そしたら、まあ知ってるとこだったのでよかったんですけど、とりあえず家に帰らなきゃいけないと思って、帰ろうと思ったんだけど、財布も携帯もないから帰れないのよ。で、そっから別に家近いとこじゃないから電車がタクシーになっちゃうんだけど、金がないから帰れないの。そこでまずパニックになります。で、どうしたらいいのだろうってまず考えて、鍵もなかったのよ、家の鍵もないから。歩いても帰れない。で、まずとりあえず知り合いのお店に行こうと思って、でも7時半だからさ、さすがにやってるとか少ないじゃん。でもとりあえずもう行動するしかないと思って知り合いのバーに行きました。そしたらたまたま知り合いのスタッフがいて、たまたまお客さんが一組だ、マジこれも奇跡。7時半にお客さんがいたっていう奇跡。わざと？うん、ありがとう。で、なんかめっちゃ助けてくれたり、知り合いの人に連絡してくれたんだけど、朝7時半だから連絡つかないの、誰も。確かにね。俺と一緒になった先輩との知り合いでもあったから、連絡はしてくれてるんだけど、連絡つかない。これ終わりだと思って、もうどうしようどうしようみたいな感じで結構泣きそうなった俺。そしたら、そのお客さんの人が、とりあえずタクシーで渡すから、これで一回帰りなって言われて、一応もらったの。お金必要なかったから、もらって、でも家帰れない、どうしようと思った時に、あっってひらめいた。なあちゃん家に行けばいいんだってなりました。なあちゃん家に行けば、なあちゃんから俺ん家の鍵、なあちゃんが持ってるから鍵をもらって帰れる。それかワンちゃん、なあちゃん家で寝ようと思った。最悪、その限界だったし、体力も眠さも。で、なあちゃん家にタクシーで行きました。でもここでなあちゃんが寝てたり家にいなかったらもう終わりじゃん。そのなあちゃんを信じて頼むって押し、ピンポンと押し、あれボタンを押してピンポンってしたら、もう1秒ぐらいでドアロック解除。え、うちあの日あの布団が届く予定だったの。うん、で、うわ、もう来たラッキーと思って開けたの。でも待ってよ、こんな若いかみたいな私服でうんと思って開けたはいいけど、玄関の前まで来るの時間なんじゃん、はい、めっちゃ考えた、誰だあれみたいな。あ、モニターで見たらなかった。え、そう。あ、そうなの。ちゃんとうち見ないの。やばいじゃん。佐川かなんかだろうなって思って、来ることないから人が。うん、あ、友達ないから。だからもう佐川とかしか来ないから、うん、ピッて開けたの。うち運は頼んでないよなみたいな格好だったの。全然知らない人かな。で、なあちゃんの部屋の前まで着いて、これで開けてくれて。それまでもちょっと時間かかったじゃん。遅かった。で、見たのよ、モニターで。そしたらなんかもうインターホンになんかボタンっていうか、最初顔も見えなかった。誰と思って、でも開けんの怖いから待ってたわけよ。ちょっと顔上げないかなって。そしたらガシャガシャガシャンって言って、マジ怖いからね。確かに怖かったな、じゃあ。うん、で、扉開けたら死にかけの俺が出てきた。じゃあ開ける前に見えたからね。あ、見えた、モニターで顔が。なんだよと思って。どう思った？だって朝の7時半で。うちだからなんか本当に殺人とかそっち系のやばいことに逃げてきたのかと思った。火事とか。あ、そういうこと？時間も時間で、絶対起きてる時間じゃないし、何と思って。しかも奈々ちゃんに飲み行くこと言ってなかったから。え、そうそうそう。あっと思って、で、その次の日撮影の予定だったんだよね。そう。で、撮影の前の日飲まないって約束をしてたんで、あの時間に、まあ8時過ぎぐらいかな。来たことによって、まあいろいろ繋がったときで、まあ開けると、もうこんな隙間からね、酒くっさい声で、マジ俺楽した。本当にごめん、本当にごめん、くっさと思うみたい。じゃあそもそも飲む予定じゃなかったのに、まあいろいろ場面とか重なって、一回だけ終えなかったの。そういう場面あるでしょ。ない。いや、俺があんの、そういう場面が。で、奈々ちゃんが奇跡の救世主を、マジごめん、頼む、鍵貸してくれ。
って言ったら、なーちゃんが鍵渡してくれて、その鍵をゲットしたことによって家に帰れました。一個いいですか？はい。鍵取るよね。そそくさ逃げてくように帰ったの。でどういうこと？携帯は？財布は？とか聞いてももう無視無視で、もうエレベーターのボタン多分もううちにぶち切れると思って本能で逃げてんの。なんかまた連絡するみたいな一言で、こっち心配なわけじゃん。連絡もつかないし、心配してくれてありがとう。で家にまず帰れました。でとりあえずパソコンから先輩とかに一気に LINE して、僕の荷物どこにありますかみたいな、昨日のこと全部話聞いた結果、なんか俺が途中で失踪したらしい。失踪って何？なんかどっか消えたらしい、うん、しかも手ぶらで、携帯もカバンも置いてどっか店の外に行ったらしい。俺が、俺さ全く覚えてない。で飲み会終わりってなった時にも帰ってこないし、近く探しても見つからないから、とりあえず先輩は俺の荷物とか携帯全部持って帰ってくれたらしい。危ないし、の結果俺が何もなかった状態。本当にすごい話ですよ。本当にね、バカだと思うし、いくつだよって思うし。でこの話を深谷さんに話したんですよ。そしたら、まあ全然そんなの当たり前じゃないですかね、飲んでたらみたいな感じで。深谷も確かに深谷さんの誕生日の9月13日ですから、やっぱ深谷さんの世代っていうか周りからしたら、まあそれはしょっちゅう起きることだし、俺がこの話動画でしたらヤバいですかねって言ったら、いやでも僕の周りは全然そんな当たり前だから大丈夫じゃないですかねって言ってた。いや多分大人になればなるほどそういう経験をしていくんだと思う。飲み方も変わっていくと思うし、いや大学生とかさ、そんなテキーラバンバン飲むのあんまないじゃん。ということで、なーちゃんさん本当にすいませんでした。そして命の救世主になってくれて本当にありがとうございます。やっぱり君は本当に最高の相棒だよ。二度と来ないで。マジでね、本当に嬉しかった。嬉しかったじゃない。いや、なーちゃんの顔見た瞬間ほっとして涙出そうになった。マジでサンキューなって。普通に迷惑なんかマジでごめん。一個考えて、じゃあもしだよ、これうち彼氏いたとするよ。もしあの時部屋に彼氏寝てたとするよ、どうすんの？あんな朝に元彼がピンポーンってきて、バシャバシャンとか言って。そう、しょうがないじゃん。いないと思って来てるんだろうけど。いや本当に救世主、助かった。マジで超迷惑だったからね。マジでありがとう。起きてたけど。サンキュー。だからもうナチはメロンいっぱい買って。そう、お詫びにね、ナチメロン買うんだけど、本当にそういう話があったので、皆さんもぜひ気をつけてください。ぜひじゃない。酒は飲んでも飲まれるな。ぜひ皆さん。本当に飲まれちゃいけないです。違う、本当に禁酒した方がいいレベルだよ。いや俺本当に思った、もう自分がやばい、きついと思ったら飲むのやめようと思った。その日はなんかいけたの。しかも多分興奮してた、ずっと終始。であと気張ってるから、その時は平気なんだよ。そう、そういう時ってプチンって糸が切れたの。どっかで初めての経験で怖かったです。本当に待ってて、やだこんな。続いて、じゃあなあちゃんのやらかした体験。ないって。なあちゃんもだいぶやらかしてるけどね。何？大学の頃とか。何？お店の前で袋の中でウェーって。まあ、迷惑かけてたよ。先輩に、先輩介護してくれてたじゃん。それはもう飲みたての頃だから、そっから失敗を繰り返してでもうちそんな記憶なくすとかはない。確かに、なあちゃんねシンプルに強いから、まずそんな酔っ払ってるとくないし、酔っ払ったら喧嘩します。なあちゃん酔っ払うと本当に目が変わって。あのさ、あんた悪い。俺が悪いんだけど。やめろ、カップル時代の喧嘩。いやいやいや、じゃあおもろいじゃん、なあちゃんがスイッチ入ってくの。これさ、どっかの動画で話したんですけど、まあいろいろあって、俺の友達のせいでなーちゃんが怒ってたんです。俺の友達と面と面向き合って、くそマジで思うの今思うと。あの時に、ハッチンでしょ。そう、ハッチンです。あの時に俺からしたら、あの瞬間はめっちゃ怖かったけど、今となったらめっちゃ思う。俺の親友に、お前くそ、そんななかなか言えません。おい、こうだこうだ、すごいよマジで。違うよ、あれは謝ってきてくれてたらいいんだけど、おちょくってきたんよ。あ、そう、あいつのまあ悪いでもあるし、お互い様だったけど、とりあえずなーちゃんが酔っ払うと結構おもろいくなるのはみんな知ってほしいです。ということで、そんなこんなでいろいろあったので、皆さんぜひ教訓にしてほしいっていうのと、今回ですね、さっきも言ったんですけど、皆さんからたくさんのやらかしエピソード集めたので、本当にヤバいっす。もう俺のこの話が全然可愛いと思えるぐらいのエピソードがいっぱい来てると。じゃあいきますよ。はい、こちらですね、なおちゃんが知ってる人で、ただ皆さんも知ってる人は何人かいるぐらいの方なんですけど、名前は一応出しません。泥酔してお風呂でうんこ漏らして、そのまま寝落ちしたら嫁にブチ切れられました。やばいですね。結構やばくね。ブチブチしてる人知ってるよ。
もうベロベロに酔ってお風呂なぜか入ったらしいの。でお風呂でうんこ漏らしてそのまま寝落ちしたのかな確か。うんこ風呂ってこと？うんこ風呂で寝落ちして、でそれに気づいた嫁がキャーってなったらしくてブチギレ様。超嫌いだね、もうこれ。ドン引きしてる、うん、これがもし旦那にやられたらどうする？もう話すのやめる。だってバッド入ってるやん。想像してただけに気持ち悪い。これが仮に奈々ちゃんの推しのガンちゃんがもしやったらどうする？好き。好きなんかい。推しならいけんの。これは俺もその人から話してきた時に結構ドン引きした。え、それ来たん？本人じゃない人から来て、俺がちょっと分かりやすく今説明してるんだけど、結構やばい話でしょ。なんでそんな顔してんの？キモ。もうその人とは喋りたくない。一瞬その人の真似してみて。ダメ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 、バレる、チュラッとね、バレる、バレる、バレる。全モザイク全 T でやるから。いやでもうんこ漏らしたら結構多そうだけどね、泥酔して。いや俺はないけど、お漏らしたかも多そうじゃない。俺も今までないけど結構多いと思う。これはもう出ちゃうったり。どうした？なんでもない。なんだよ今のは。ハーファーなんでもないの。間違えたのね。続いて、友達が目の前で泥酔した女の子をで、それを二人で見てました。ちなみにマグロでした。ねえ、最悪、犯罪やん。いや、これどうなんだろうね。目の前で泥酔した女の子っていうことは知らない女の子ってことかな。か、友達か。価値のサークルやん。どこがや。いや、でも多分友達だと思うけど、さすがに。いや、友達でも犯罪だから。まあでもお互いの承諾があったらいいんじゃない。いや、泥酔してんでしょ、だって。まあ確かに犯罪か。じゃこれ犯罪、うん、もう警察来た方がいい。犯罪チャンネルになるからね。警察来た方がいい。性欲って上がんの、女の子って。泥酔ってか、まあ酔っ払ってる時って性欲上がる。性欲が上がるかは多分常に性欲は一定だけど、積極的にはなる。ああ、やっぱじゃあ男女ともにそうなのか。多分男子性の方も上がる人が絶対に圧倒的に多い。でもさ、泥酔っていうかするとさ、できなくなる人。できなくなる人もいるし、長くなる、長期戦になる。だから俺はありがたい。え、でもさ、それ続いて、ちょっとこれもそういう気なんですけど、彼女持ちの人と恋してしまったこと。まあ、つまり浮気ってことです。どっちの？まあ、向こうがじゃない。お酒関係の浮気なんてめっちゃあると思うよ、うん、みんなのこの送ってもらったのやつを見た感じ、お酒で浮気するのが結構多かったんで。ね、結構起きてる。やっぱりね、その高校生とかやっぱお酒飲まないからそういう喧嘩あんまりないと思うんですけど、20歳超えてくるとお酒飲めるようになって、お酒って人を変えてしまうんですから、うん、それで他の女の子とか男の子とやっちゃったりして浮気がバレるみたいな、そういうケースが多いんじゃないでしょうか。確かに。お酒って本当に良くないと思うんだよね。何ニヤニヤしてんの。本当に理性があればいいんだよ、ね、いや本当に理性をずっと保ち続ける人もいるかもしれないけど、ほとんどの人が無理だから。保ち続けられる。いや、ほとんどの人は無理だと思う。特に男子の方。いや、皆さん気をつけてください。彼氏を飲み会に送り出すとき。やな。マジ気をつけた方がいい。やな。これだけは。うちね、やばい人見たことあるわ。何？服脱ぎ始める。あ、来てましたよ。うち、女で。え、女で？何それ？やばくない？え、おっぱい見える。うん。やば。それめっちゃラッキーや。めっちゃ可愛いんだよ、しかも。何それ？あと、めっちゃ綺麗な人がこんなミニスカート履いてたの。うちかと思ってたら、お尻出てんの。待って、そのナイルはそれちょっと。え、しかもだよ、ナイルパンツ履いてないの。いや、ナイルそれさすがに。でしょ。え、ちょっと待って、言ってあげた方がいいのかなとか食い込んじゃってたの、服かなんかに。そういう時って言えない。言えない。言えよ。俺絶対言うよ。いや、でも言えないかもな、わかんない。これどうなんだろう。じゃあマジで、でもめちゃくちゃ可愛いの。なんかハーフっぽくてトリンドルみたいな顔してる。めっちゃ可愛いよ。もうプリケツだよ。確かに、言ったらダメか。確かに。じゃあでも、言わなくていいか。トイレに行ってる時に見えたから、あ、多分戻ったら治ってるなって思って言わなかった。戻ってきたの？え、治ってたけど、あの、短すぎてスカートが お尻は見えそうだった、ずっと。しかも、ああいう人ってノーパンなんだなと思って。へえ。で、何？脱ぐ人は何なの？脱ぐ人も酔っ払ってないの。なんで、みんなの前でおっぱいなの？みんなってか、そんな人いなかったの。どういうこと？熱くてってこと？酔っ払って服脱ぐの、うん、何その人、紹介してくれよ。そう、やばと思って。いや、でもそういうので、お酒に飲まれてそういうことしちゃう人はマジでない。恋愛対象外になるね。なるよね。他
のとこでそんなことやられてたらマジ泣いるじゃん。泣いる。もっとおもろいのない？で、価値なんかあると思う。いや、おもろいっていうか、やばい人が多い。これも結構マジで普通にやばい。飲酒運転してタクシーに衝突して人生折れかけました。やばいのばっか。大丈夫？こがけまるちゃんのような視聴者。飲酒運転まずダメ。で、事故もダメ。終わり。どうなったんだろうね、その人人生。アル中って怖いね。アル中怖い。てか、あんたアル中キャラだったやん、最初の頃。ずっとカラカラしてたよ。覚えてる？昔のナチュル。お酒大好きキャラだったやん。最近ね、もう4歳児なしぶりになってもうだんだんなんか幼い方に向かってってるけど、うん、ヨーじゃなくて違うよ。最近のナチは大人になるって決めてる。でもぷよぷよにハマってたりとかさ、もう誰の話？間違えた、ぷよぷよじゃないよ。うわぁ、キモこいつ。違う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 、間違えた、普通に桃鉄ね。ぷよぷよだ。誰だよ、ぷよぷよにハマってる。ぷよぷよの女、ぷよぷよの、その手やめろ。モーデスとブーブーイの入れ替わった。あとね、やっぱゲロ系はめっちゃ多かったですね。ね、先輩のお店のソファーでマーライオンみたいなネギロかましました。もうゲロは良くない。それ先輩のお店ってなんかよく聞くワードだけど、知り合い、もしかして知り合いの子戻ってきた。知り合いの子からのやつなんですけど、ゲロはしょうがないじゃん、生理現象だし、はい、来たくなっちゃう、しょうがないんだけど、トイレでやんないといけないし、まず。そう、収めなきゃいけないじゃん、まともに。バゲロしたことある？ない。ないんだ。人生で一回もない。うち一回だけあるんだよね。え、ゲロ出しエピソードで。大学生の頃にマコとかなんかいろいろ飲んでて、新宿で飲んでたの。トイレ1個しかなかったの。でね、5人ぐらい並んでたの。うちもう本当に吐きたくて、でやばいやばいみたいな、トイレ行っても並んでるし、したらマコが自分の下着を入れてた袋をバーン出して、マゲロって言ってもちょっと袋、じゃあセーフじゃん。吐いたけど、マコがいなかったらあれマゲロしてた。そのマコの判断力すごい。マコ素晴らしい、ナイスアシスト。ねえ、なに？風呂入ってないの？ちょ、頭かゆいなってきて、ね、今日マジで頭かゆいんです。吸収した。じゃあもうそろそろラストかな。まあ結構やばいのいっぱいあって、まあなんか喧嘩系とかおもらし系とか物壊す系とか、まあいろいろあるんですけど、まあ最後これで締めます。酔っ払って気づいたら隣の宅の人とブレーキングダウンしてた。これね、自分目撃結構あるな、そういうの。俺も目撃してるし、なんなら先輩がそうなったことある。マジ？めっちゃ優しい先輩で、普段はもう俺もタメ口全然可愛がってくれる先輩なんだけど、本当に記憶なくしたっぽくて、隣の客にいきなり絡みに行って、あ、お前俺のこと舐めてんだ、怖っ、マジ？でもうみんな止めて、お客さんにもすいませんでした、本当にこの人記憶なくなったんだみたいな。このお客さんがめっちゃたまたまいい人で、全然大丈夫ですよみたいな感じになったけど、あれでもしこの人がヤクザとか話者だったらさ、ボッコボコや、俺らも怖すぎて。怖っ。そういうのあるよ、だから人って変わるからさ。なんかね、本当に普段優しい感じの人とか、なんならうち結構有名な方に居合わせて、おうと思ってたら、うわ見たくなかったみたいな。それあるよね。ある。それ俺も話聞くわ。なんか酒癖が悪いっていうのかな、そういう人って。めっちゃ有名な人で、なんかジャニーズ系の人なんだけど、その人めっちゃ好きで、たまたまその会員制のバーで会ったらしいの、友達が。で、そこでなんかナンパされたらしいの。え？そのジャニーズ系の人に。で、ナンパされて、一緒に飲まない、ねえねえおいでよみたいなの言われて、めっちゃ泣いたらしい。泣いた？泣いた。あ、泣いた。それはさ、人だからしょうがない。泣いちゃったらしい。めっちゃベロベロで、なんか見たくなかった、そういうのみたいな。でももう推しやめたらしい。推しだったの？しかも。そうそうだよ。推しに出会えてめっちゃ興奮してる時に、めっちゃベロな状態で、ちょっと後ろの前のお姉さんみたいな言われて、泣えるんだ。そう、めっちゃ泣いたらしい。それね、推しじゃない。違うの？え、なーちゃんだったらどうする？うち、ガンちゃんだったら何でもいいもん。なんかいいよ、ゲロ吐いて。いや、でもそういうの言うと絶対推しなくなっちゃうよ。え、だから見たくないから会いたくない。推せなくなる、絶対そういう一面を見ちゃうけど、許す。それも全て推しなの。さらに好きってなるじゃん。さらに好きはなんないけど、別にやめるわ。ライブとか行けなくなるんじゃん。だってライブ中歌ってる時にさ、そのガンちゃんのそういう姿を思い出しちゃうの。好きでロンベロのなんかも人間味あふれてる。ガンちゃんはそんな人じゃないから一緒にしないで。しないけど、そういうのがあったら泣いちゃうねって。まあね。いや、そう、なんか本当にお酒には気をつけてねっていう、そういう動画になりました。本当に自分だけが楽しむのは全然いいんですよ。みんな友達とわーって楽しむのはそれが楽しいじゃん、お酒って。やっぱりけど、他人に迷惑かけたり物壊したりとか、
そういうのは本当に良くないので、うん、皆さんも気をつけてお酒を楽しみましょうっていう、はい、素晴らしい動画になりました。はい、よかった。で、お酒は20歳になってからということで、うん、未成年の方は絶対に飲まないでください。何目合わせんの、仲良しかよ。しかも同じタイミングでこうやって目合わせたりということで、かけまる仲良しだなと思った方、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok にもなったやつもぜひお願いします。ということで本日のピカピカ動画はこちらだ。本当に頑張ってゆく、じゃあ みんなありがとう、たくさん送ってくれて。でもさ、一回さ、しょうちゃんとカチと飲んだことあんじゃん、うん、ちょっとだけ、うん、あの時ベロベロだったよ、ベロベロって。まあ酔ってたよ、酔ってたけど全然まだいける。久しぶりに見たの、カチがお前さ、老けとれたやんって。カチが酔ってるとこ、ろれつ回んないんじゃない。